はい、こんにちは、タコです。今回はですね、小泉進次郎さん、育休を取った方がいい理由について話をしていきたいなと思います。まずこの小泉進次郎さんといったら、もうテレビに出ていて、政治家ということで、かなり影響力の強い方ですよね。その小泉さんが今回育休を取りますとね、取ろうと検討していますということで話をしたことによって、おそらく多くの方に影響を与えたんじゃないかなというふうに思うんですよね。自分もちょっと育休について真剣に考えてみようかなというふうに思った男性の方たちもいらっしゃると思うんですよ。そういった意味では今回の発言ですよね、っていうのはすごくね、世の中に影響を与えたんじゃないかなというふうに思います。で、育休っていうことでね、育児休暇のことですけれども、私個人としては育休に賛成していますと。結論から言うと、私は育児休暇に賛成しているということなんですよね。で、その話を3つに分けてちょっと話をしていきたいなというふうに考えています。で、1番目ですね、仕事で本当に求められていることはっていうことなんですけど、これ結論から言うと何でしょうかということで、結果ですよね。結果ですと。仕事で一番求められているものは、結果なんですよね。要するに、プロセスもすごく大事だとね、いう方もいらっしゃると思います。結果を出すためのプロセスもすごく大事なんだという方もいらっしゃると思うんですけど、プロセスよりも結果が求められるわけですよね。仕事ってじゃあ何のためにやってるんですかって言ったら、会社が利益を上げていくためにやってるわけですよ。ね、たくさんの人に、お客様に商品サービスを提供して、そして、より良くしていくということですね。政治家の仕事っていうのは、国の人たちの生活をより良くしていくという結果を求められているわけですよね。その結果が求められているんであれば、働く時間が長いか短いか、例えば育休を取るっていうことであれば、育児をするために、仕事を一時的に休みますということなので、働く時間が短くなるわけですよね。そうしたときに、やっぱり世の中の人たちっていうのは、なんで仕事しないんだと、ね、育児のために仕事をね、放棄するっていうのはどういうことなんだっていうことで、結局言いたいことっていうのは、働く時間をなんでね、短くするんだっていう話じゃないですか。根本的に言ったらね、なんで休むんだ、なんで仕事しないんだって話なんですよ。ね、でそうしたときに、求められているものが結果なんであれば、別に働く時間っていうのはね、正直、何分でも何時間でも、ね、いいわけですよ。例えばですけど、例えば、ね、1日8時間ですと、8時間働いていますと、働いていて、10の結果ですという人がいます。で、仮に1日4時間ですと、働く時間はその半分の4時間ですと。だけれども10以上の結果が出ていますというこの2つの人がいたときに、じゃあどちらが、ね、評価が高いのかという話なんですよね。評価が高いのは明らかにこっちなんですよ、ね、少ない時間で、より多くの成果を上げる人っていうのが仕事がいわゆるできる人っていうことになるわけなんですよ。だから結果が全てなわけです。基本的には仕事をするっていうことは結果が全てなわけですよね。より多くの成果を、高い成果を上げるっていうのが求められているっていうことであれば、正直働く時間っていうのはいいんですよ。1分でね、1分で極端な話、10以上の結果が出るんだったら1分でもいいわけなんですよね。だからそうした時に本当に求められていることが結果なんであれば、ね、別に育休を取って結果が出るんだったらそれでもいいわけじゃないですか。ね、育休を取ることによってより多くの人たちを幸せにできると、ね、いう可能性が広がるんであれば、ぜひ取っていただきたいということなんですよね。じゃあなんで育休がね、その結果をもたらしていくのかっていうことにつながってくるんですけど、それが2番目の、仕事で成果を上げるためにはということにつながってくるわけなんですよ、ね、仕事で成果を、ね、上げるために一番必要なことって何だと思いますかということなんですよね。原理原則として一番仕事で、ね、成果を上げるために必要なことっていうのは集中ですよね。集中です、ね、仕事に対して一点集中できているかどうかっていうのは最低限必要な原理原則じゃないですか、ね、他にもいろいろ要素っていうのはあるんですけど、仕事にまず最低限集中できていなかったら、仕事がうまくいくことっていうのはないわけですよ。成果なんて上がりっこないんですよね。でこの集中ができる状態っていうことで、ご結婚されている方、パートナーがいらっしゃる方っていうことであれば、ね、集中するためにはじゃあ何が必要なのかっていうと、家族を大事にするっていうことですよね。家族を大事にするっていうことです。なんでかっていうとですね、基本的に家族の方といらっしゃ一緒に暮らしていらっしゃる、ね、ご結婚されているということであれば、おそらく1日の時間の大半をですね、家族か仕事ということで、時間を使っているはずなんですよ。基本的にはですよ。
ね、いろいろ外に飲みに行きますとか、交友関係が広いから友達と遊びに行きますとか、いろんな方いると思うんですけど、基本的に考えれば一日のうちに使う時間で家族と仕事、この2つが最もね、一日のうちに時間を割く時間だと思うんですよね。で、人は環境と人間関係の影響を強く受けるっていう原理原則があるので、1日の24時間のうちに、ね、長い時間影響を受けている人たちの影響を私たちは受けるっていうね、法則があるわけですよ。原理原則があるんですね。でそうした時に、じゃあ仕事をうまく活かしたいということであれば、当然、ね、一緒に時間を共有している家族との関係がうまくいってなかったら仕事うまくいかないんですよ。なんでですかって言ったら、じゃあ仕事を頑張りましたと、ね、仕事を頑張って家に帰ってきました。本来ここでエネルギー充電しなきゃいけないわけですよね。本来は家族と一緒にいて家族団らんして幸せな気持ちになって、ね、自分のエネルギーを充電する場所なわけですよ。安定する場所なわけです。本来はエネルギーを充電する場所なわけですよね。なのにもかかわらず、じゃあ家族との関係が不仲ですということであれば、この不仲な関係性っていうのを自分にもろに受けますよね。まあ、もしくは家庭が崩壊しているってことであれば、毎日毎日家に帰って喧嘩が絶えないとか、まあ、もしくは不仲なんであれば、その関係を回復させるためにエネルギーを使わなきゃいけないということで、エネルギーがどん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 こう下がっていってしまうわけですよ、ね。その下がった状態で、じゃあ翌日仕事に行きましたってなって、じゃあ集中できるんですかってことですよ。仕事でフルパワーで仕事ができますかっていうことなんですね。だ本来は、ね、まあご結婚されてるんだったら、あ奥さん、今がね、専業主婦ですということで、まあ、自分が働いてるんですということであれば、まあ、奥様に、自分が仕事に集中できる環境を作ってもらえるように、自分が、そのね、相手との関係性をうまく作っていかなかったら、やっぱりね、仕事にも集中できませんし、家に帰ったら家に帰ってきたで、家族ともうまくいかないし、やっぱり両方うまくいかないんですよね。で結構よくある話なんですよ。ね、まあ、一時的にお金はすごい増えたんだけれども、家族のことをね、全然おろそかにしてしまって、結局家庭がうまくいかなくなってしまって、お金持ちだったのにお金もなくなってしまったっていう話って結構あるんですよね。だから、自分の家族関係が仕事に大きな影響を与えるっていうのは、もう科学的な根拠もあるんですよ。いろんな実験とかもされていて、もう実際に、まあ、パートナーとね、の関係がうまくいかないと、やっぱり人生の幸福度が下がってしまうっていう結果も出てるんですよね。で、それっていうのはもちろん仕事にも影響を与えるっていうことなんですよ。要するに原理原則である集中ができないのであれば、仕事で成果を上げることもできないっていうことなんですよね。で、人がね、いつまでも忘れないこととはということなんですけど、結局ね、じゃあパートナーとの関係性をうまくいかせようっていうふうに思った時に、ね、ここが重要になってくるんですよ。人がいつまでも忘れないことっていうのは何なのかってことですよね。これね、簡単です。辛い時なんですよね。辛い時、自分が辛い経験をした時のことっていうのは人は忘れにくいんですよ。逆に楽しかったとか嬉しかったとかっていうことは結構頭から飛んでっちゃうんですね。忘れちゃうんですよ。でも本当に辛かった時のことって人は忘れないんですね。やっぱりそもそも人っていうのはやっぱりネガティブな側面を見やすいっていう傾向があるんですよ。ね、ポジティブな側面とネガティブな側面両方存在してるんですけど、やっぱりどうしてもネガティブな側面に目が行きやすいと。ね、それはまあ私たちが生命を守っていくという上で、まあ、必要な本能でもあったりするんですけど、やっぱり命の危険にさらされるような情報にアンテナを張って、そういうことにすごく敏感だと、ネガティブなことに、ね、アンテナを張って自分の身を守るためにということで、そっち側にどうしても本能的に、ね、感覚が向きやすいということは、楽しいっていうことよりもやっぱり辛いことの方を強く覚えてるっていう傾向があるんですよね。だからよくね、自分の身の上話をするときとかっていうのは、まあ自分の辛かった経験とか、自分はあの時にね、こんな辛い思いをして、こんな経験をしてさ、本当辛かったんだよっていうことをね、結構話したりする方多いと思うんですよ。で、それが分かってもらうと、すごくなんか相手との親近感を感じたりとかね、する方が非常に多いと思うんですけど、これはなんでかって言ったら、やっぱ自分の辛い時のことを理解してほしいなんですよね。うん。だから、ここの部分を考えたときに、まあ、女性で一番じゃあ人生の中でね、生きていて、辛い時ってね、まあいっぱいあると思いますけど、ね、一生のうちに何回かしかない出産の時っていうのは、やっぱりね、子供を産んだばかりの時っていうのは体も心もやっぱり不安定になりますよね。
やっぱ辛いんですよ、ね、出産の時はもう相当やっぱりね、本当に死ぬかどうかってぐらいの痛みだと、男性には耐えられない痛みに耐えて子供を出産するということですね。で、産んでしまった後も当然体は衰弱してますし、ね、心メンタル的にも不安定になってるわけですよ。で、その中で結局育てたことのない子供の面倒を見てね、子供が成長するまでね、自分が育てていなきゃいけないということを背負っている状態なわけですよね。その時ってのはやっぱ辛いわけですよ。で、もちろん楽しいこともあると思いますよ、ね、赤ちゃんが笑った、すごい幸せだとか、ね、ハイハイした、嬉しいなとかっていうのあると思いますけど、だけどそれ以上にやっぱりね、大変なことが多いわけですよね。そうした時にじゃあパートナーがどういう対応をするのかっていうのが一番大事なわけです、ね、人はいつまでも忘れないこととは辛い時なわけですよ。この辛い時にじゃあパートナーであるあなたが、ね、どういう対応したのかっていうのをワンセットで覚えてるってことなんですね。まあ、仕事で成果を上げるためには集中が絶対に必要ですと。集中できる環境を手に入れていなければ、仕事で成功することってのは難しいわけですよ。で、そうした時に、まあ、家族がいますということであれば、家族との関係っていうのはすごく大事なわけです。ね、なぜなら、一日のうちで、自分が最もね、長い時間を共有するのが家族か仕事か、おそらくこの二つだからですよね。で、そうした時に、まあ、ご結婚されているということであれば、当然パートナーとの関係性っていうのはすごく影響力があるわけですよ。ね、で、そのパートナーとの関係をやっぱり良好にしていこうというふうに考えた時には、楽しいことを共有するっていうのはもちろん大事なんですよ。ね、美味しいご飯を一緒に食べに行きました、ね。海外旅行に一緒に行きましたとか、ね、すごい幸せな体験を積んでいくっていうこともすごく大事なことなんですけど、それ以上にやっぱり人はいつまでも忘れないことっていうのは辛い時なんですよ。でこれ本能的に辛い時なんですよね。ってことは、辛い時にどうだったかっていうことを一番やっぱり覚えてるので、そうした時には、やっぱりね、出産なわけですよ。ね、今回育休っていうことなので、まあ出産っていうことで話をしてますけど、出産っていうのは女性にとって一大事なわけですよ。人生の一大事の時に、パートナーがどういう対応をしてくれたのかっていうのを覚えていますと。ね、だからそのパートナーとして、育休を取ると、ね、今回の小泉さんのようにしっかりと育休を取って、確かに一時的には仕事しない時間っていうのが増えます、ね、だからこの育休を取っている時期だけを見たら確かにね、非難っていうのが殺到するかもしれないですよ、ね、だけど長い目で見たら、ね、仕事をうまく成果を上げていくためには集中が必要なわけですよ。長期的に成果を上げていくためには絶対に集中が必要なわけです。そうした時にもう小泉さんはご結婚されてるわけですから、ね、パートナーとの関係っていうのは絶対良好にする必要があるんですよ。ね、で、私たちも、ね、小泉さんに頑張ってもらって、そして国を良くしてほしいっていうね、当然政治家に求めることっていうのがあるわけですから、そうした時にやっぱり小泉さんがこういう育休を取って、パートナーとのね、関係性を良好に保つっていうことで育休を取ってるわけですから、後々、その一時的に見たら、あ、仕事を確かに休んでる、どうこうっていうのはあるかもしれませんけど、長い意味で、ね、長期的に日本っていう国を良くしていってほしいということであれば、この一時的な、本当にたかが半年とか1年とか、それぐらいの期間のと思うんですけど、これぐらいの育休期間っていうのは当然、ぜひね、取っていただいて、パートナーとの関係を良好にしていただいて、それで今後も、ね、日本のために本当に頑張っていただきたいというふうに、私はもうこのね、今回の小泉さんの育休に関してはもう全面的に肯定しますということで、まあ、今回の話は以上になります。はい、今回の話があなたにとって何か良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。動画の下に公式 LINE とメルマガ登録の URL がありますので、ぜひご登録の方もお待ちしております。はい、それではあなたの貴重なお時間いただきありがとうございました。感謝いたします。